皆さんこんにちは、中場です。本日は安丸さんの出汁を使って、極みご飯のお供安丸生姜作っていきます。いってみよう。それでは生姜をブロックごとに外して軽く水洗いをしていきます。水洗いが終わったら、ペティナイフで皮を剥いていきます。剥いた生姜は水の中にさらしていきます。皮を剥き終わったので、これから少し太めの千切りにしていきます。皮も一緒に煮込んでいきますので、キッチンペーパーに包んで準備しておきます。みりんを 50cc、 薄口醤油を 50cc、 安丸さんの和風万能だしを2つ、安丸さんの極上海鮮だし、これを袋を切って中身を1袋分投入します。
い、カットした生姜を入れます。はい、生姜の皮を入れて、今から中火で30分間煮詰めていきます。はい、30分経ってだいぶ煮詰まってきましたので、生姜とだしパックを取り出します。それから、強火にして最後煮詰めていきます。最後にごま油を回し入れ、強火で仕上げていきます。はい、それでは完成しましたので、バットに移して冷却していきます。完成です。はい、最強のご飯のお供完成です。はい、完成しました。いただきます。いただきます。うるんちゃ、こんな感じ。いただきます。うん、うん、うめえ。なにこれ、うまっ。まじうまっ。これ生姜好きの人にはたまらない一品ですね。うん、めちゃくちゃうまい。生姜が嫌いな人も好きになるぐらい、それぐらい美味しい。うん、うん、うまっ。you
これ簡単にできるので、生姜が安く売ってやった時とか、大量に仕込んで常備菜にしておくと、いろんなものにアレンジできます。おにぎりの種、お茶漬け、餃子とか肉まんのあんこに入れてもめちゃくちゃ美味しいです。うん、本当に美味しい。もう長年料理人をやってると、大体作る前から、あ、これぐらいの味かなっていうのは予測はつきますけど、ちょっとびっくりするぐらい超えてきました。生姜をカットしてだしで煮込むだけ、最高です、うん、うん、やばい。はい、ごちそうさまでした。大変美味しゅうございました。とても簡単に生姜をカットして出汁で煮込むだけ、びっくりするぐらい美味しいのできました。ぜひね、参考にして作ってみてください。なお、安丸さんの出汁の方の購入方法は説明欄に貼っておきます。ご検討ください。それではまた、バイバーイ。